日向陽一です。それでは今回もまた、聖書が教える幸せな夫婦ということで、お話をしていきたいと思います。今回は創世記24章の4節ですね。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。ということで、今回は3回目かなになりますけど、アブラハムの息子イサクと、その嫁リベカの結婚のところを見ているわけですけれど、これアブラハム のセリフというか言葉なんですね。で、アブラハムがアブラハムの、自分のしもべに、自分の息子のための嫁を、探しに行きなさいっていうことを言っているところですね。で、1回目は、リベカの純潔っていうことを見ました。そして2回目はリベカの人柄っていうことを見たんですけど、ここでちょっとリベカと、イサクから目を離してというか、この第三者の関わりっていうことをちょっと考えたいんですね。で、アブラハムは自分の息子に嫁を迎える、妻を迎えるっていう時に、まずですね、私の生まれ故郷に行きなさいって言ったんですね。生まれ故郷で、彼は当時カナンというところに住んでいたわけですけど、そのずっと北の方の自分の生まれ故郷のところに、嫁を迎えに行きなさいっていうふうにイサクに言うわけですね。あ、イサクじゃない、しもべに言うわけですね。で、これは何を意味しているかというと、当時のカナンっていうのはカナンっていうふうに言わなくていいでしょうね。つまり彼は外国に住んでいたので、そこの文化が嫌だったわけですよね。価値観が合わなかったわけです。ですから自分がもともといたところの価値観に沿って、イサクに家庭を築いてもらいたかったっていうことですね。で、これがじゃあ結婚の準備と何の関係があるのかっていう話なんですけど、大体今の結婚関係っていうのは、恋愛結婚が多いわけですよね。だから好きだから一緒になるっていうことが一番大きな命題なわけですよね。好きな人と一緒になりたい。で、他の人が何と言おうと私はこの人と結婚するんだっていうふうに、両親の反対を振り切って結婚したりするケースもあるわけですね。で、不思議なことにこのイサクとリベカの結婚にはイサク の意思っていうかイサクの好みとかってほとんどというか全く描かれてないわけですね。で、それは何を意味するかというと、ある意味彼の知らないところで彼の結婚がアレンジされていくわけですよ。で、結局その奥さん選びに関連しているのは実はアブラハムのしもべと、そして本人のリベカ、そしてリベカの兄とか、親類っていうのが、関連してくるわけですけど、で何が言いたいかっていうと第三者の、特にアブラハムとアブラハムのしもべの目、彼らの判断っていうのが非常に大きく影響しているということですね。で、先ほど申し上げた通り今の結婚関係っていうのは自分がいいと思った相手、自分が好きだと思った相手と結婚する。だから別の言い方をすると好きイコールゴーサインなんですよね。好きだったら OK っていうことですね。
で、この聖書のエピソードを見るとあのいわゆる、第三者の第三者の、目というかあの第三者の、承認イコールゴーサインになってるんですね。で、あのこれすごい重要なことなんですよね。あのなんでかっていうと第三者なのであのこの人たちは、冷静なんですよ。で、これ本人は好きっていう気持ちでこれ頭に血が上ってるんですよね。あの血が上ってる。で、どっちが正しい判断ができるかっていうとあの冷静な人の方が正しい判断ができるんですね。まあこんなの言うまでもないことですけど。で、これを、あの結婚相手選びっていうことに当てはめて考えるとあの周りの人が喜んでくれるかどうかっていうのはすごい大きなことなんですね。なぜならあの好きだっていう感情っていうのはあの空 の, あの天気みたいなもんであの晴れたり曇ったりするわけですよ。つまり安定してないってことですね。で、冷静な価値観あの判断で価値観が合うかどうか、さっきあの文化のね、同じ文化の中のものをあの女性を選びなさいっていうふうにアブラハムが言った通りに、そして、イサクのアブラハムのしもべがリベコを選ぶときにも人柄を見たわけですね。そして、リベカの純潔ということも、彼はその時点では知らなかったと思いますけど、聖書はしっかりとあの記述しているわけですね。彼女は少女であり、男は触れたことがなかったっていうふうにはっきりと書いてある。で、それは聖書がその価値をあの重要なものと認めているということですね。つまり聖書が認めているということは、神様が認めているということになるわけです。ですから、価値観ベースなわけですよね。この人は自分の息子にふさわしいかどうか、そしてこの女性が自分の息子と結婚して2人は幸せになれるかどうかっていうことを考えるわけですよね。冷静な頭で、これはあの個人的な例ですけど、あの私が、少し前にも何回かお話したことありますけど、一度婚約していた女性と、婚約を破棄してますね。これは26歳ぐらいの時の話ですけど、ですごい好きだっていう気持ちは強かったわけですよ。だけど周りはあの二人あんまり良くないねっていうふうに思ってたわけですよね。で、あのそれをはっきり言ってくださった方が、あの私の当時あの通っていた教会の牧師があの言ってくれたわけですよね。あなたたちは結婚してもきっと幸せになれないと思う。で、それで私たちはあの好きっていう気持ちはあったんですけど、あのそれだったらあのもう一度考え直そうっていうことであの婚約を破棄したわけですね。で、あの今の、私 の, あの愛する夏江、妻である夏江との関係を考えると、あのそれもその同じ牧師の紹介なんですよね。で、あなたには彼女はすごく合ってると思うっていうふうにあの言ってくれたんですよね、夏江のことを。で、彼があの紹介してくれたわけですね。私は当時名古屋に住んでいて、彼女は東京に住んでいたわけですけど、あの一度会ってみないかっていう話をしてくれたわけですね。で、変な言い方ですけど、あの私は自分からは彼女を見出さなかったろうと思うんですよ。だけど私のことをよく知っていて、彼女のこともよく知っているその牧師、東京の教会の牧師が、あの彼女が私に合うだろうっていうふうにこう考えてくれたわけですよね。
だから第三者の冷静な判断があったわけです。だけど私の失敗した、まあ、婚約の関係は好きっていう気持ちで血が上ってたんですよね。まあ、これが結婚前のことですね。で、結婚した後も第三者の存在というのは非常に重要になってきます。夫婦の関係で何か問題があった時に、まあ、私はカウンセラーとして第三者目線で関わっていくわけですけど、カウンセラーじゃなくても、まあ、昔のね、落語とかでも長屋物とかでも夫婦喧嘩にその長屋の親分みたいな兄貴分みたいなのがいて、なんだなんだお前らしょうがねえなみたいな感じで仲裁に入ってくるんですよね。で、第三者の関係を常に夫婦とは別に持っておく。で、夫婦を見てくれる、まあ、そういう器の大きい存在というか、まあ、そういう方が必要なわけですね。まあ、私たち夫婦にとってはそれは私たちの教会の友達、同じような既婚者の友達であり、まあ、誰よりもやっぱり私にとっては今の私たち夫婦にとってはまあ牧師夫婦っていうことになるわけですけれど、そういうふうに第三者の目線でアドバイスをもらったりとか、何か問題があった時にね、相談できる相手がいるっていうのはとても大切なことなんですね。ですので、まあ、私のところにカウンセリングにご相談いただいても結構ですし、誰かしら信頼できる人に相談できる関係を作っておくということはとても助けになることだと思いますね。で、話を元に戻しますけど、まあ、結婚相手を選ぶときには第三者目線を必ず入れることが大切だということですね。いや、やめといた方がいいよっていうには何かの理由があるわけですよ。好きっていうことで頭に血が上ってると、そういうふうに言われるとなんかいや、そんなことないっていうふうになりやすいですけど、ほとんどの人は私たちのためを思って言ってくれてるんですよね。で、それに耳を傾けていくっていうことはとても大切なことだろうと思います。はい、ということで、あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさいと。イサクとリベカの結婚に関する、まあ、アブラハムとアブラハムのしもべの役割について今日は考えてみました。私のこのビデオをご覧になっている方で、まだ私の無料のメールマガジンに登録されていない方は、YouTube でご覧になっている方は、説明文のところにリンク、一番上のところにリンクがあります。そして、私のウェブサイト、ブログでご覧になっている方は、E メールアドレスを打ち込むフォームがありますので、そこから、メールマガジンに申し込んでみてください。ビデオが、新しいビデオを撮るたびに、E メールでお知らせします。またいつでも解約、することができますので、ぜひ登録してみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。